皆さん、こんにちは。ステチューブチャンネルのネイチャー吉村です。こちらのですね、YouTube チャンネルではステロイド使用をしてしまった人たちの罪のお話を聞く動画となっております。筋トレが好きすぎるがゆえ、筋肉をつけるのが好きすぎるがゆえですね、ステロイドという悪魔のような薬に手を染めてしまった人たちの罪、いわば懺悔の回ですね。そちらのお話を、体験談をぜひですね、聞いていただくというチャンネルとなっております。筋肉をつけるためにどんな犠牲があったのか、今回ですね、生のお話を聞いていただきたいなと思います。さあ、それではゲストの方をお呼びいたしましょう。こちらの方です、どうぞ。よろしくお願いします。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、皆さんに自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、ロイド・レイズです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、こちらですね、ロイド・レイジさんは、まあ、ステロイドを使ってしまった罪を認め、このステチューブチャンネルに本日はお越しいただいております。誠にありがとうございます。はい、それではですね、こちらのロイド・レイジさん、一体どんなステロイドを使われましたでしょうか。できれば、まあ、言える範囲であれば、言える範囲というか全ていただきたいなと思います。お願いします。ステロイド、カプセル、アナボリックステロイドですね、カプセル、10錠と、インジェクション注射ですね、と、インスリン、5本、成長ホルモン、ありがとうございます。もう、ね、ほぼほぼ全部といったところでしょうかね。はい、そうです。はい、じゃあなんで使おうと思ってしまったのかっていうところからお話を聞ければなと思うんですが、まあ、学生時代すごいガリガリで、でやっぱりみんなみたいに筋肉をつけたいなと思って、ね、モテたかったんですよね、本当に。それが、それだけです。僕はモテたかっただけ。間違いなくその通りだと思います。私も気持ちは非常にわかります。はい、じゃあステロイドを使用したことによってやっぱり得たものってあると思うんですが、それはどうでしたでしょうか。まあ、金、女、筋肉だ。この3つ手に入ったね。この3つ手に入ったよ。金、女、筋肉、全部手に入る。それなるほど、筋肉が手に入る。そうですよね、筋肉ついてムキムキになって、やっぱり皆さんにチヤホヤされるっていう生活は得ますよね。金、女、筋肉。じゃあ犠牲になったものってありますでしょうか。まあ、まず髪の毛。ああ、そこですか。そこだね。で、次に性欲だって。そうですね、髪の毛もまあ、ないですけども。で、チンチン畳めんの、そういう時に。金、女、筋肉手に入る。それを得てしまったというわけですね。そう、まあ、ガイノにもなるしね。ちょっと興味本位なんですけれども、ガイノになったちょっと乳首を触ってもよろしいでしょうか。はい、失礼します。なるほど、一応感じるは感じるんですね。よく痛いとか言いますけど、そこら辺どうなんでしょうか。いや、なんか痛かったけど、性感帯に変わった。なるほど、性感帯へと変わってしまったわけですね。なるほど、まあ、まあ、いろんなね、得たものがあれば失ったものもある、まあ、犠牲にしたものもあるということで、まあ、いろいろお話聞けたんですけれども、どうでしょうか、やっぱりこういう関係的なものは。まあ、一人ぐらいもうそれ以上は言わなくて大丈夫です。はい、まあ、やっぱりロイド・レイジが発動してしまうというところで、まあ、やっぱり皆さんにはしてほしくない、やっぱり使ってほしくないっていったところが、まあ、今回出ていただいた決め手でしょうか。そうだね、本当に使うと危ないね、あれは。ドラッグ、ドラッグ、ドラッグで、あれはまず気をつけた方がいい。やるんだったら、なるほど、もう覚悟を持ってやるしかないよ。本当にそこだけ。そういうことだったんですね。本日はですね、こちらロイド・レイジさんに来ていただきました。それでは最後、ロイド・レイジさんから何か伝えたいことが一言あればお願いいたします。まあ、犠牲になってもいいんであれば、もうステロイドガンガン使って、まあ、自分の金、女、筋肉を食べてください。本日は誠に貴重な体験、そして貴重なお話をありがとうございました。いいでした。それではまた、ステロイドステチューブチャンネルでお会いしましょう。では次回も。